flow. Warning, Crow. Who are you? この状況で目覚めるなんて奇跡だわ。私はヘレン、あなたのケアを任されてるの。まあ看護師みたいなものよ。あなたは全身の骨が折れて、とにかくひどい状態だったのよ。何があったか覚えてる？私は、ベガ、まだ無理は禁物よ。ゆっくりなじませないと。華々しい経歴をお持ちなだけあるわね。私を知っているのか？言ったでしょ、あなたのケアを任されてるって。ケアだけじゃないのよ、とっておきの情報もあるの。この男に会ってピースを奪いなさい。あなたにはそれが必要よ。ベガを倒そうとしているあなたにはね。よろしくね、チャーリーナッシュ。頼みがある。力になろう。道を示そう。行くぞ。波動拳。トア。ヨガ。ヨガ。ヨガ。はい。セイクロス。集まり。セイ。波動拳。昇竜拳。波動拳。昇竜拳。た。坊や。
動拳、波動拳、うわぁ波動拳は拳で勇気決めた夜を触れ、今あった竜巻で風脚、夜を触れ波動拳、助け、うわぁ昇竜拳、せいや昇竜拳、大悟は、うわぁうわぁ坊や、うわぁ大悟は、うわぁせいや波動拳、うわぁ波動拳、波動拳、波動の力か、うわぁ主の心には波一つない。だが抑え込むだけではいずれ波に飲まれる。今一度お主が秘める波動と向き合うがよい。向き合う。戦士の魂は我に帰る。飲まれてはならぬ。戦士の魂を食らう者の話を聞いたことがある。その者は多くの戦士が必要とされる時、つまりこの世界の危機に現れるのだと。世界の危機だと。メロ定時連絡潜入に成功した。
連続ハッカー行方不明事件についてだが。無視するわけにもいかないしね。その子を離してやれ。トイレ、トイレ、シチュー、はい、やイヤー、スパイク、イヤッハ、落ちな、はい、やトイレ、はい、や落ちな、せ、落ちな、イヤッハ、落ちな、トイレ、ブルボするんだ。こりゃ。どうも。よし、決まった。ああ、ほーら、もう安心。こっちの用事が終わったら一緒に逃げような。お嬢ちゃん、助けたつもり。え、君捕まってたんじゃないの？そう見えたの。なんか訳あり？じゃあとりあえずこいつ知ってる？ビンゴ。こいつどこにいるかな？ありがとう。事情はわからないけど、後で一緒に逃げような。悪くない匂いです。でもでも、映画様に背くような奴は消してやる。跡形もない。やっぱりこっちの方がいいです。お早いお月ですな。お、まあまあ旦那、俺はダチを迎えに来ただけだって。話し合おうよ。タッチの差ですよ。お、それはこれ欲しいの。じゃあこれとダチを引き換えにってのでも。ごちゃごちゃ言わずに、それをこのファン様によこすです。落ち着けって。問答無用です。あそぼう。おい、はい、あげる。で、はい、で、あしよう。おい、怖い。さあ、祭りの始まりです。
4時間前、東京上空で確認された未確認物体、通称黒い月ですが、当然、我が神月の衛星、マンジュシャゲも捕捉しています。増大中、 120%、 135、 150、 180、 210、 250。 情報処理部門からの報告によれば、ニューヨーク上空高高度において強い電磁波が急激に発生する。あれを爆発させましたのね。確認されている7つのうちの1つと思われます。その影響を受け、マンジュシャゲも機能を停止しました。朝までに詳細な報告を。覚悟していただきますわよ。復旧の予測、つきません。市内7カ所の被害は特にひどく、全く連絡がつきません。黒い月爆発の影響によるものと思われますが。超高高度爆発による電磁パルス、これほどの広範囲で発生させるだけの技術力か。例のハッカー行方不明事件と関係があるのでしょうか。いつもいいタイミングで来るな。さすがだ。
お前たちはこれよりニューヨークへ向かい、例の事件とのつながりを調査しろ。私も同行するわ、ガイル。予備電源、入ります。よろしく頼む、チェンリー。ええ、こちらこそ。そのお披露目は成功ですね。で、ここ以外はどうした？なんで他の月は爆発しねえ？ふん、つくづく人の話を聞いてないですね。他の制御機はとっくにあの研究員が持ち出していたです。私が速やかに一つ取り戻したから、この町だけは予定通りに電子機能を破壊できたです。ところで、あなたたちはその間何をしていたですか？それを言うなら、この計画は貴様が責任者。研究員ごときに起動プログラムを書き換えられ、その制御キーを持ち出された失態、責任を取るべきが誰かは明らかだろう。しかもシーンズ計画を遂行した私に対して聞き捨てならない物言いです。そもそもたやすく奴を逃がしたのはお前たちが無能だったからです。ふん、幹部同士が殺し合いか。それもまた一興だな。うわー、メガ様のサイコパワーがより強大に。これぞ PSA 爆発の効果。チェーンズ計画が成功すれば、メガ様は最強無敵に。無駄口は無用。もう一つの仕掛けとやらはどうした？はは、こちらに。メガ様のうちから、サイコパワーから力を得る兵士でございます。制御機を取り戻すまでの間、さらに多くの恐怖と絶望をお力の足しといたしましょうぞ。ただのデクじゃねえか。ただなんて何してやがる。まあ、そうおっしゃらずに、お二人とも一度試すですよ。デイク人形一つ、まさか怖いとはおっしゃらないでしょう。愚かな、そのような手に乗っていただくですよ。てめえ野郎、絶対殺す。よっ、デイクは引っ込め。汚らわしくぐつが。踊れ、シャッ、はい、踊れ、はい、と、いやと、シャッ、シャッ、当てるがいい、はい、シャッ、シャッ、なんて見にくい。おい、クソ野郎、次はてめえだ。この辺りだ。ベガ！待て！あなたたちはまた！愚かな小娘よ。身の程を知るな。100年間ここで決着をつけるわ。
お前の相手は私だ。死の倒す。ここで終わらせてやる。行くぞ、帰る。逃がすものか。助かった。お前もシャドルを。ああ、黒い月の剣で奴らを追っていた。ニューヨーク壊滅にはシャドルが絡んでいる。チュンリー、さっきは冷静さを失っていたな。ごめんなさい、もうあんなことはないわ。それにしても黒い月、あれが爆弾だったなんて。そのことだが、シャドルーも黒い月を完全に制御できているわけではないようだ。どういうことだ。黒い月を制御するキーが奪われたという情報がある。内部分裂があったか、スパイが紛れ込んだか。例の事件と関係がありそうだな。例の事件？連続ハッカー行方不明事件よ。年齢、性別、国籍もバラバラ。幼い子供も含まれているわ。組織的な犯行も視野に入れて各方面から捜査を行っていたところに、あの黒い月だ。そのハッカーたちが黒い月を作らされていたと。ええ、残り6都市での爆発は絶対に阻止しなければ。無理するな。もう一つ確認したいことがある。これをお前に届けようとしていた ICPO の職員がシャドルに襲われた。差出人は不明。なぜ職員が襲われたのかもまだ判明していない。そいつは。取り込み中失礼しますってね。下がっていろ、俺に用がなし。手打ち？わかる。何の気持ちだ。サーネ、
一体俺の体は。まあ無視するなら無視したら、その方がこっちもやりやすいし。俺は逆巻く風のラシード。そのピースをもらいに来た。黙って渡してくれ。バカ。そいつはとっても大切なものなんだ。無理にでももらってく。恨まないでくれよ。ピースって何？教えられないな。イーグルスパイク。こちら。イーグルスパイク。いやは。こちら。こちら。こちら。諦めたら？巻き上がれ！トーヤ！百裂拳！こちら！ハイヤ！イヤッハ！で、こいつはいただいてけよ。悪いね。なんで？バカ！くそ！とにかくこれの回収が先か。はっ！あんたも情報をもらってたんだな。ってまた虫かよ。紹介する手間が省けたわね。彼はナッシュ、もう一人の仲間、ピースの追跡者よ。あんたもピースを？でも一体どうして？え？彼はそれ自体に興味はないの。ベガと戦うためにピースを奴らの手に渡したくないだけ。今回は時間通りね、ジュリー。これがあんたの手駒ってわけ？冴えねえ面ばっかだな。あら、私の目が信用できないの？そこまで言うなら味見させな。そうだな、お前だ。じい、誰も聞いてくれないよ。わか、行くぜ。じい、下がってろ。終了終了。本気出さないんならこのまま死ぬか。もうか。もう十分でしょう。
集まってもらった理由を説明するわね。全然足りねえよ。なんだったらお前も。黒い月。ニューヨークを混沌に陥れたあの月をこれで制御できるとしたら。は？ちょっと！そんなチャッチーもんであの月を制御するって？それだけじゃないわ。黒い月は混乱、恐怖、憎悪、悲しみ、人の負の感情を最大限に引き出す。そう、サイコパワーの源となる負の感情をね。七つの月のもたらす混乱でサイコパワーを増大し、最強の力を手に入れる。それこそがシャドルのベガの狙い。その素敵な計画を私たちがめちゃくちゃにしてやるの。悪くねえな。私の狙いはあの男、ベガだけだ。奴らにピースを渡したらサイコパワーはさらに増大する。ベガと戦うならそれを阻止しなきゃ。それに黒い月の開発には行方不明となったハッカーたちが関わっていたそうよ。あなたの探し人もその一人よね。なら私たちと手を組んだ方が合理いいでしょ。そうだな。バカ。だが協力するなら教えてくれ。あんた一体何者なんだ。そうね、私はこのような場所でこそこそと企み事か、ネズミめ。ユリアン様、貴様の泥人形はこれか。その説はお力添えいただき。敵を見に来ただけだ。仮にも世の技術をくれてやったのだ。波の人形ではないはずだな。お言葉ですが、お宅は無用。あがいてみせろ。うわっ、くだらくだら。うわっ、いや、うっ、うわっ、うわっ、いや、うわっ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 、くらい。強い。うおっと、さあ、ぶつけやが。愚か者め。くだら、くらい。くるいな。くずの分際で。これまでか。暴力反対反対。決着はついただろう。触れるな。あ？ゲローメがそのような手で世に触れるなと言っておろうが。ユリアン様、今はどうかお心をお静めください。まあいい、せいぜい世を楽しませることだな。ごめんなさい。あなたはまだその体を使いこなせていなかったのね。でも仕方ないわ。だってあなたは死んでいるんですもの。え？またまた。え？嘘だよね。目を閉じて。心には触れられないけれど、少しだけお手伝いをすることはできるわ。さ、え？え？まさかさっきのってマジ？マジなの？
いいわ、少しはマシになるはずよ。さっきは言いそびれてしまったけれど、私の話、私はベガが大嫌いなの。この世を滑るにはもっとふさわしいお方がいるわ。だからシャドルを潰したいの。こんなところでいいかしら。ではもう一度確認するわ。私たちは同じ目的を持っている。シャドルの計画を潰してベガの首を取ること。つまり私たちは仲間というわけ。あの男のベガの命がある間はね。お庭番衆の報告は以上です。次に国務省から。あんた、はあ、ヘレンの情報通りってわけね。随分と不作法な客人ですわね。こういう形のピースあるだろう。それを俺に渡してほしいんだ。ならばかかっていらっしゃい。え、いや、ここは穏便に。欲しいものは実力で手に入れる、それが神月家の家訓ですわ。なんでいつも覚悟は当たり。ねえ、ねえ、さあ話してもらいますわよ。なぜピースとやらを集めようと。もしかして黒い月と何か関係があるのではなくて。参った参ったって。ったく、強いだけじゃなくて頭も切れるんだなあんた。あ、悪いね。でもこれは絶対悪用しない約束だ。信じてくれとは言わないけど、いや、信じてくれ、なんとか家のお嬢さん。ほい。柴崎、今すぐリスト上位の格闘家に連絡を。よう、修行の方はどう。いや、俺たちにはこっちの方が合ってるよな。へへ、行くぜ。始めよう。飽きないか。昇竜拳、せいや、波動拳、バトバキ拳、いい攻めだった。ふう、ギリギリだったぜ。ん？神月のお庭番、何の用だ。シャドルが黒い月によって世界を混乱に陥れています。
神月家はこの事態に対処するため格闘家たちに協力を要請しています。お二方にもお越しいただければ。わかった。とりあえず俺だけそっちに向かう。そう伝えておいてくれ。ケン。お前は修行を続けろ。何？俺がお前の分も活躍してやるってことだ。その代わり、全部終わったら修行の成果を俺に見せてくれよな。ああ、じゃあな。その先の答えとやらを楽しみにしてるぜ。なんだと？生意気なんだよ。喧嘩売ってるんすか？何よ、そっちこそ後から来たのに偉そうに。うるさいのはそっちでしょ。コテンパンにしてやる。私が絶対勝つもん。お待たせしました。それについて何か分かったのか？現時点で駒が送られたと判明している方々は全て神月家のリストに名前があります。ただいまこのリストにアクセスした人間を調査中です。そちらの情報は？黒い月はシャドルンがさらってきたハッカーたちによって作られたものだ。その駒もハッカーが作ったものだろう。現在ガイルがシャドルンに潜入している協力者に接触し、それらの詳しい情報を追っている。潜入捜査とは面白いですわね。何はともあれ、シャドルンが駒を欲しがるなら渡すわけにはいきません。追加の情報が届き次第行動を開始します。少々礼儀を教えて差し上げる必要があるようですよね。排除します。やってごらんなさい。あがれ。まだ暴れ足りないようでしたら、私が直々にお相手して差し上げますわ。もう、いや、結構です。そうっす、もう満足っす。ディカプリ、コマは黒い月を制御するキーだそうだ。制御装置にコマを認識させると爆発プログラムが作動する。肝心なのは同じコマで月を緊急停止できるらしいということだ。そしてその制御装置はシャドルーの基地にあるというわけですわね。シャドルーが掴んでいるコマの所有者リストだ。これで全員集まりましたわね、あの方以外。
あら、あなたにもコマが送られていることになっていますわ。おお、そういえば何か小さなものが来ていたな。興行中だったので友人に預けたぞ。ご友人はどちらに？確かインドにいるはずだ。うん、俺が取りに行こう。俺も同行する。他の所有者は？ニューヨークのレスリングチャンピオンとブラジルの柔術家ですわね。ニューヨークは交通と通信が遮断されていると聞く。私が行こう。ブラジルは俺だな。私も行くわ。キャメイにも来てもらいましょう。あなたは？私は伊吹さん、ミカさんと共に一足先にシャドルー基地へ参りますわ。パパメル。おお、どうしたメル、ママと一緒だったんじゃないのか。一緒に行く、メルも行く。メルが波動拳を使えるようになったら一緒に行こうな。波動拳。おお、うまいぞ。父さんが出かけてる間、メルがママを守るんだ。ああいうのいいわね。ケンは来なくてもいいんじゃないか。家族がいるならここに残って守ればいい。守りたい人がいるから見過ごせない戦いもあるんじゃないかしら。私の父がそうだったように。すまない、そんな顔をさせたかったわけじゃない。ただただわからない。私には家族のことは。ガイルさんたちが立たれました。私たちもすぐに出発いたします。では後ほど基地でお会いしましょう。静かになったな。でい。逃がしたら、どいて。逃がしたら飯抜きされんだよ。逃がせ。邪魔をしないで。よっと。いっそ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 。よし、これで飯だ。ノエメル、助かったわ。エネーロが怒ってる。ごめんなさい。そう、どこ見て歩いてんだよ。聞きたいことがあるですよ。こんな風になりたくなかったら素直に答えるですよ。俺に見覚えないですか。リチャーズの当たりです。
さ、制御機のありかはいるです。それともお前を人質に姉とやらを脅せばいいですか。はあ、ふう、ギリギリだったぜ。大丈夫か。はい。私の服に泥が。許さないです。毒殺の刑です。おー、怒るなって。せいや、せいや、はつまし鉄風客層で、いただき、波動拳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 、昇竜拳、いただき、吹っ飛ばす。うわあ、うわあ、侵入者、わかった、すぐ戻るですよ。おい、待て。はやー、うわー、うん、大丈夫？ねえ、もしかして君、松田家の人かな。そうだけど。あなたの家に、これに似たものが届いてない？さっきの奴らもこれのこと言ってた。で、うわあ、姉ちゃんがまた何かしたのか。なあ、俺たちにそれ譲ってもらえないか。いいよ、助けてもらったし、姉ちゃんのだけど。ちょうど今ここに。はい。え、ね、ねねねねね、姉ちゃん、私が何だって？元気にしてた？なにその髪？もしかして彼女でもできた？違うよ、触んなって。苦しい。でも相変わらずヒョロヒョロじゃない。もっと肉食わないと彼女に嫌われるよ。だから彼女はいないって。止めなくていいのかしら、これ。ケーキ漬けにもう一丁いこうか。これが兄弟の家族のあるべき姿なのか。はい。さて、いとしい家族への挨拶はこれくらいにして。ケンマスターズ、あんたの顔は知ってるよ。まさかあんたみたいな有名人が。ああ、実は君宛に届いた荷物を。弟に何かをよこせとか譲れとか言ってただろ。よりによって私の弟からカツアゲとはね。おいおい、誤解だ。落とし前つけてもらうか。ドカンと行くよ。手近だね。チャンピオン、ドカンと言ってもピンピンしてるね。やめろって、姉ちゃん。この人たちは俺の命の恩人なんだよ。あ、助けてくれたんだよ、こいつだから。あ、そういうこと。なんだ、それならそう言ってくれれば。悪かったね、助けてもらった俺にこいつ渡していいだろ。いいよ、
その代わり、私を連れてってよ。私はララ・マツダ。腕はご覧の通り。で、この腕が役に立ったら、あんたんとこの通信空手でマツダ流の宣伝させて。どう？ああ、駒の礼だ。それに、ダメだって言っても、ついてくるんだろ？よっしゃじゃんじゃんマツダ流を広めるよ。お土産は何がいい？背が伸びる薬とか、モテ薬とか。いらねえよ。てか姉ちゃんの技、もう松田流でもなんでもねえじゃん。何言ってんだ。私はちゃんと松田流を使って。もしかして奴らの仲間か？今さら出てきた。下がってな。あんたじゃこの化け物は無理だ。こんなに小さなものがな。本当にこれで強化したのか？クソ弱いままじゃねえか。えっ？いや！こちらから行くぞ！ぶっ壊してやる！筋肉を奪われ！この筋肉は飾りか！黙れ、行くだろ！筋肉の神経！なんだこれ！そっちが当たりらしい。あ？また例の勘か？あんたに拾われてから俺が一遍でも勘外したことあったかよ。ヘマすんじゃねえぞ。マッサル！やるじゃねえか。けい。お主に尋ねたいことがある。強盗か？最近この辺りで増えていると聞いたが。ん？待て、話を。相手が悪かったな。強盗ではない。騙されるか！行け！すりゃ！おりゃ！すりゃ！おりゃ！
やめろ。落ち着けが良い。おい、おい、うん、せや、うん、こんな奴もいるのか。うおまだやるのか。落ち着くがよい。私は強盗ではない。なんだと。すまぬが、あれを私に譲ってはくれぬか。お、別に大したものじゃないし、持っていきな。すまぬ。時に、いずれお主も答えを求める日が来る。その時は、世界に目を向けるがよい。あれは確か。ベガ親衛隊の。でも様子がおかしいわ。キャミ、何か知ってる？まあ敵なんだろう。じゃあ私は。危険だ。私が戦って確かめる。シャドルの手先だ。こちらで身柄を拘束する。落ち着いてくれ。彼女はもう危険じゃない。大丈夫よキャミ、今はその子を引き渡しましょう。お姉ちゃんが助けてあげる。助けたお姉ちゃんが。何をしている。早くその女を渡せ。やめろ。私は、代金はそれにしてやるよ。お前いいね、姉妹愛の果ての逃避行ってわけ。くそ。走って追いかける気？やめときなよ。この道ここからまっすぐだよ。それに、ったく、何度も何度も。私は基地に向かわなくては。援護お願い。ああ行くぜ。侵入戦。風に翻弄される花は美しい。この手で刈り取りたいほどに。
またここに来るなんてな。待てよ、そっちじゃないだろ。月を止めるんだから制御室を探さなきゃ。ここにはベガがいるはずだ。奴を殺しに行く。いやいや、待て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 。情報じゃ、あの神月の奴らもこっちに向かってるらしい。月を止めるって目的は同じはずだ。一斉にかかれば成功率も上がるだろ。月を止めればベガの力も弱まって倒しやすくなるかもしれないし。私には時間がない。焦ってミスしたら死ぬかもしれ。なあ、何があったかは知らないけど、やりたいことがあるなら投げやりになるなよ。お前は正しい。だが正しさではどうにもならないことがある。またお会いしましたわね。そっちの執事さん、制御室の場所は突き止めたの？柴崎は我が神月家の筆頭執事ですの。当然でしょ。よし、ならここは手を組もうぜ。昔のことは水に流してやるよ。引き抜きはご遠慮願いますわ。それより、あなたは駒をお持ちなの？面倒な奴らだな。邪魔ですわ。あれ、はあ、あれ、無人客食らいなさい。しなきゃいけないんだけど、時間がない。あんたたちなら。わかりました、お引き受けします。そっちが道を間違えたんだから。そもそも置いてかれたのはあんたがトロトロしてたからだろ。ありがとうっす。ああ！てめえらの狙いはこれか？欲しいなら取ってみろ。私が！逃げんじゃねえぞ！行くよ！はっ！さあ、さあ、行くよ！さあ、行くよ！こんなの特訓に比べたら屁でもないっす。
今度は私の番だ。雑魚どもが。雑魚はそっちだ。おい、逃がすか。どりゃあ。さあ、リリリリ逃がすか。うん。うん。おい。ねえ。どりゃあ。逃がすか。ねえ。うん。どりゃあ。リリリリ逃がすか。こいつ。やないっす。やめやがって。リリ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 。どりゃあ。逃がすか。こいつ。遅くなった。ここは私が。ありがとう。メローペの所有者。あなたは。あ、シャドルーはあなたたちハッカーに駒の行方を追わせていたのね。詳しい話は後にして、まずは脱出しましょう。あの人を導くものを探さなくちゃ。あの人、やらなくちゃいけないことがあるの。だからまだ逃げたくない。あの子、一体何を。ちょうどいいタイミングだったみたいね。見事6つ揃いましたわね。このコマを設置すれば黒い月を止められるはず。私の大事な大事な制御室で何してるですか。ここは私に。長旅でお疲れでしょ。ベガ様へ捧げるチェインズ計画の邪魔をするとは、生かしては返さないですよ。ここで死ぬです。物騒です。ハッ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 ハグラグラ。あ、これで。止まった。やりましたわね。こうなったら見ているですよ。
奴らの本拠地だ。潜入していたのはあなただったのね、アベル。誰かが制御室に無理やりアクセスしている。今すぐレイのプログラムを発動させるです。でも貴様が制御キーの所有者について嗅ぎ回っていたことに気づかないとでも思っていたですか。あいつ、あの研究員と同じようにドロリと行くですか。そう、ディセントプログラムです。これでもうお前も後戻りできないです。タラランタンタンタラランタンタンタラッバー、これでいいです、これでいいです。チンズ計画は不滅、今日絶望憎悪全ての力をベガ様に捧げ、ベガ様がこの世界に君臨するです。イエーターン停止したターゲットが再稼働しました。何だと。ディセントプログラム、これは高可能。データ出ました。仮にターゲットが地表に落下した場合、周囲数十キロが消滅する可能性があります。落下までのカウントダウンを表示します。各部署に連絡。効果プログラムですって。まだこんな手を隠していたのか。各都市への直撃コース、まずいですわね。まさか。頭が、これはサイコパワー。俺から離れろ。まずい。チェンズ計画は大成功です。まもなく各都市に月が落ち、世界は混沌の渦に陥るでしょう。全人類が恐怖におののき、絶望に打ちひしがれ、その膨大な負の力がメガ様の糧となるのです。そう、世界はメガ様のものに。ふん、くだらん。なら終わらせてやる。まさかそのような姿で迷い出るとはな。殺す、貴様を。また死にたいと言える。セレス、地獄に戻るべ。すでに時を止めた者の剣が我がサイクパワーに届くとでも思ったか。
この力からか。待っていたぞ。すべて予定通りだ。アマをやめや。さあ見せてみろ。うわ、痛そう。立てるかい？それで、ベガは倒せたのか？私には。そうか。まだ終わってなさそうだな。くそ、あいつも見つけられなかったってのに。友達、ガキの頃から間抜けなやつでさ、趣味で作ったゲームが大ヒットして、あっちこっちからいろいろ話が来てたんだけど、散々迷った挙句選んだ会社がシャドルー系列だったって。騙されたんだろうけど、結局あんな月とかを作らされてりゃ世話ないよな。あいつは昔っから人生の迷子で、ド派手に道を間違えちゃもう君しかいないラシード様なんて泣きついてさ。そんでありがとうの一言も言われたことねえんだ。ひどいだろ。でもさすがに今回は。どちらにせよお前は続けるのだろう。旦那。気を失ってるだけなの。何とかして止めないと。うん、ならばアベル、お前のすべてを俺にぶつけるがよい。この筋肉ですべてを受け止めてやる。チーブイス、ザンギエフ様。いやいやいや、おーせん。よい突撃だ。だがまだまだ筋肉力が足りねえ。マッチャだ。すごいっす。さすがっす。
わかっています。あなたたち早く。うん、承知した。行くぞ。あ、はい。でお返しさ。うわっ、押さないで。この気配。ギリギリだった。あ、ちょっとごめんよ。ちょ、何勝手に。捕まれ。負けただろう。あらら、せっかく何もかも捨てて助けたのにな。やめろ。こりゃもう治んないぜ。やっちまうしかねえんじゃねえの。やるじゃん。醜い人形にもこのような役目があったとはな。過去の記憶との相克から生まれる美、失われたと思っていたが、新たな美見せてもらおう。共に狂い踊ろう。邪魔をする。しゃ、踊れ。しゃ、はっ、しゃ、はっ、スパイルアロー。しゃ、ピュ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 。もっと悲鳴を。踊れ。死へと誘おう。もっとだ、もっと見せてくれ。いい感じの変態だな。でもそいつは私が先に目つけたんだよ。遊びたいなら他行きな。無粋な真似を。無粋はそっちだよ。私たちの邪魔しないだ。なんてな。貴様に用はない。じゃあとっとと消えな。てぇ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 。手出すんじゃねえよ。そらよ。
チッ、やり損ねたか。やっと起きた。そうか。引こう。今はな。なんだ、あの女か。ひとまずは戻ってきましたが、私たちは体制を整え次第再びシャドルー基地へ向かうつもりです。あの月を落とさせるわけにはいきません。俺たちは一度アジトに戻るよ。ヘレンが何か掴んでるっぽい。大丈夫？私がわかる？なあ。あんたが俺を止めてくれたんだな。ありがとう。ナッシュ。忘れ物だ。ナッシュ。え？旦那の気持ちもわかるけど、ヘレンが何か情報を手に入れてるかもしれないだろう。皆さんお揃いね。で、あの月を止めるって？ええ、もちろんよ。そのための手段を見つけたわ。方法があるのか？ええ、あなた次第だけど。あの人のお友達、導く者へ。コマンドを見つけた。迷える者に道を照らしたまえ。我、汝の名を呼ぶ。これを解けば、月を止められる。私は、プログラムを読むことはできるけど、心は読めない。でも、あの人のお友達のあなたなら、きっと、コマンド。暗号のようね。もちろんあなたにはわかるのでしょ。ああ、さすが逆巻く風のラシードね。黒い月の開発者さんとあなたの友情に拍手。コマンドが発動すればシャドルの計画は水の泡。楽
しみだわ。そしてあなたがベガを倒す。私は私にできることをする。だが奴の息の根を止めることはできないだろう。バカなことを言わないで。その力がないからだ。だが彼らなら。黙りなさい。あなたを蘇生させるのにどれだけの犠牲を払ったと思っているの。勝てないですって。あなたは勝つのよ。あのお方のお力を得た者が勝てば予言が。私は死者だ。死者の時は止まっているが、奴のサイコパワーは大きくなり続けている。私がこの後に及んで臆病風に吹かれたの。いいわ、教えてあげる。あなたの時は止まってなんかいない。わずかな猶予を得ただけ。まさか永遠にそのままだなんて思っていたの。いずれ近いうちにその体は壊れて消えるわ。薄汚い死者に次なんかあるものですか。分かっている。何ですって。私には時間がない。だからやるべきことをやる。おい待てよ。待っていた。お前が来るの。これで。
我が腹に収まらぬとは。行くがよい。この者はもはやただの贄ではない。私たちはシャドルー基地へ向かいます。ナシたちは？先ほど報告がありました。彼らは月を止める方法を見つけたようです。そいつはすごいな。なら月の方は任せて、俺たちはベガーを倒すか。俺も行こう。ずいぶん待たせてくださいましたものね。その分働いて返すさ。なあ頑張りましょう。黒い月、落とせません。全ての攻撃が無効化されてしまいます。各都市の避難状況は？どの都市もパニック状態で 50% にも達していません。130日の静寂の後、炎と水を等しくたたえた金髪の子が現れ、真に慈悲ある民の願いに耳を貸すだろう。これはユリアン様。飼い犬に手を噛まれた無能がいるそうだな。まだ終わったわけではございません。ふん、良い知らせを期待している。チャルチンチンポン、チャルチルチンチンポン、ポンポンポン。俺が月を止めるまで待ってろよ、いいな。問題ない。その通りっす。はっ、なんなのこの人たち。押すなよ。一段と成長したようだな。はい。ここは私たちが。お願い。あれはサイコパワー。
を。あなたたちも。はっ、私が直々にお相手して差し上げますわ。光栄に思いなさい。気のない良い構えだ。いざ。危ない、ダンケン様。次はこちらの番だ。よくも村雨を。武器など無用。堂々と勝負しろ。てめえが言うな、クソデブ野郎。口悪すぎんだよ、てめえ。息が吸うんだよ、てめえ。こりゃ他も危ないな。さっさと逃げてりゃよかったぜ。このまま無事に済むと思って？もちろん無事に済むわけがありませんわ、あなたが。絶対に許しませんわ。
役立たずどもめ、せっかく強化してやったのにこのざまですか。せめて奴らを道連れにするですよ。ひねりんちゃん、いい眼差しだ。その瞳を絶望に染めるダンスの時間だ。バルラグ！さあ踊れ。君を誘おう。邪魔をするなよ。おめ、シャン、キャノン、おめ、シャン、おめ、はい、もっとだ、もっと。デカブリ。ほう。くっ。呼んでくれよ。こんな楽しいことやってんならさ。なぜ？こっちに来たいってさ。はぁ、あ、焼いちゃう。こっちはこっちで楽しくやろうぜ。邪魔をするな。落ち着いて。俺は君に危害を。抹殺！くっさ！侵入者抹殺！話を！こちら！はっ！いや！はっ！はいや！いや！イーグルスパイス！はっ！はっ！行くぞ！ 何だ！
黒い月を停止させるコマンド、こいつか。ほんと、間が抜けてるよ、お前はさ。こんな簡単な答えとか、セキュリティ的にどうなのそれ。え、な、何？全機能、停止シーケンスを開始しました。何してるですか。タッチの差だな。何を、な、何をしたんですか。もう誰にも止められるはずが。知らなかっただろう、あの月の機能を全部停止する夢のコマンド、あいつの最後の仕事だ。あの研究員ですね。制御機を盗んだだけでなく、こんなことまで。キャー、もっと早く始末しとけばよかったですよ。今、なんて言った。貴様の大事な大事なお友達を始末したと言ったです。そうかよ。しびれ毒決まったですよ。お前は、お前だけは、俺が倒す。にえ、巻き上がれ。よくも、ゴールイーグルスパイク、落ちな。落ちな、落ちな、落ちな、落ちな。はい、届け。ショータイム、フィリーズ。敵は取ったぜ。これでもさすがに今のでもう限界みたいですね。さっさと死ぬです。お友達があの世で待ってるですよ。ベガ様がいらっしゃる限り、この世は地獄になる定め。あの世で静かに暮らすです。ぬ、な、あ、サイコパワーが消えた。ここは、私の PSA に余計な真似を、いまいましいです。でもでも、まだ間に合う。
あなたは絶対に許さない。出来損ないの人形風情が生意気です。私たちは人形じゃない。人形は黙っているです。怖い人形だ。行いは必要ないです。死ぬですよ。残念、あいつにはまだ会えそうにないな。しぶといです。この人形が、人形が、貴様のせいで。人形じゃない。これは私の意志。死ねばもう誰にも。まだ死ねない。私はまだ死ねない。あと少しなんだ。邪魔すんな。犬どもか。で終わらせる。待て。おお。ガイル。何度来ても同じことだ。貴様は我がサイコパワーには勝てぬ。俺は俺の勝利を手に入れる。地獄にでも拾いに行くがいい。貴様の勝利とやらをな。無駄だ。サネユゼアクサネサネサネゼアクサネサネサネゼアクサネサネゼアクサネサネゼアク
パワーの供給が止まった。黒い月の停止に成功したのか。遅いぞ。この程度のこと。ゲームは終わりだ。食っちまったな。これが切り札だ。貴様、死ぬつもりか。面白いジョークだ。あなたが頑張ってくれたのね。寂しかったでしょう。リュウ、行って。うん。ベガ様！てめえ、殺す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 ！邪魔はさせないわ。みんな！この混沌か。やはり貴様がここにたどり着くか。かの者を倒したその力、見せてみろ。倒すための力ではない。これは進むための力。ふん、力は力。全ての力が最後に行き着く先、それが究極の戦い。
今こそ、うん、この時をや全てを勝てる波動拳ホルケンを聖夜ボヤここだホルケン、トーアボヤ雷光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 波動拳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 せや波動拳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 決めるまだ終わらせん波動拳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 お前の求めていたものか。まだだ。ありがとう。行こう。
誰だ？せっかく一息ついてるってのに。もしもし。お疲れ。このメッセージを聞いてるということは、止めてくれたんだね、月を。なんて、こういうのを一度言ってみたかったんだ。でも、止めてくれるって信じてたよ。なんだって、さかまく風のラシード様だしね。ありがとう。じゃあね、ラシード。残りの人生、楽しんで生きてくれ。さようなら。なんだよ。今まで一度も言わなかったくせに。行くか。シャドルは滅びました。ですがベガを撃った者は、文書の定めとは少々異なる結末。悠久の時の中で起こりうる些細な誤りなのか、それとも。申し訳ございません。世界は灰色の未来を迎える。生と死、再生と破壊のバランスは均衡すべきなのだよ。では私についてきたまえ、降臨。
待たせたな。気を引き締めるにはいい時間だった。相変わらずだなお前は。さあ見せてもらおうか、お前が見つけた答えってやつを。始めよう。見せてみろよ。波動拳、波動拳、高めるライジング拳、波動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 拳、一気に決める。やらせるか。波動拳、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 昇竜拳、波動拳、波動拳。これが俺の答えだ。うわなるほど、もうこいつは必要ないみたいだな。格闘の道に終わりはない。俺にはこれが必要だ。そうか。